お疲れ様です、プロデューサー。相談があるのですが、よろしいですか？新しい目標、私の夢を遂げるための通過点を見つけました。はい、多くの人に私を知ってもらうため、いろんな場所で様々な人たちと接してみたいのです。大変、プロデューサー、私の考えは間違っているのでしょうか？私が何を見落としているのか教えてくれませんか？私の気持ちですか？プロデューサーの言う通りですね。もっと強い意志を持つようにします。プロデューサーは私を一つのことしかできないイノシシだと言いたいのですか？自分に立ち向かう。それがうちの自信に。プロデューサーがそう言うなら、アイアと頭を撫でられて、私が喜ぶとでも思ったのですか？うちの夢。はい、ありがとうございます。あの、顔ですか？一体どのような意味なのでしょうか？はあ、よくわかりませんが、私の気持ちは伝わったようで、それは何よりです。プロデューサー、私が見落としているものとは一体。プロデューサーの方こそ見落としているものがあるのではないでしょうか？